アイウラは、日本の海軍軍人、政治家、家族。最終階級は、海軍中将。貴族院議員、ジュニー、クミット、高三級、男爵。救命、中一郎。佐賀藩士、アイウラシゲル・マの長男として生まれる。藩校、行動館で学び、佐賀藩海軍に入り、母親戦争に従軍。明治2年、延年間副長となり、長芸丸。 比春丸の各船長、日清乗組などを歴任。明治4年、海軍隊員に任官。摂津官、運用、流上官の各艦長などを歴任。明治6年3月、水路量出資、水路量測量課長、海軍兵学校次長などを務めた。明治12年9月、現場に復帰し、筑波艦長となり、以後、今後、不装の各艦長を経て、 明治18年12月に、海軍少将となる。常備召艦隊司令官、兵器会議議長、技術会議議長、海軍省第二局長、常備艦隊長官、佐世保鎮守府長官などを歴任。明治27年7月、警備艦隊長官となり、警備艦隊が、再開艦隊と解消し日清戦争に従軍。 同年12月、旅順口根拠地司令長官に就任。明治28年2月、海軍中将に承認し、同年8月には、日清戦争の選考により、男爵を授かる。さらに、横須賀鎮守府司令長官、長備艦隊長官、佐世保鎮守府司令長官、二度目の横須賀鎮守府司令長官を歴任した。明治33年月に退名となり、 予備役に編入。明治34年7月10日、貴族院男爵議員に選出され、死去するまで在任。明治38年10月19日、抗備役となる。明治42年6月23日に退役した。ありがとうございます。